こんばんは。1月19日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも。寒いですね。ちょっと今日も私は一人でピクニックをしております。今日もブラックコーヒーとココナッツサブレを食べております。今日一応こんにちは。寒いな。なんか夏ですか？あ、はい、すみません。夏？はい。え、木をどうするんですか？僕は結構芸術家でね、ちょっと集めてるんだよね。木でいろいろなんか作ったりするんですか？日本しかない。なるほど。そうですね。ここはちょっと木が少ないかもしれない。すごいですね。あ、コーヒー一緒じゃないですか。あ、一緒ね。僕もやっぱこれですよね。これ美味しいよね。美味しいですよね。この寒いのに、なんか撮影しようの？はい、そうですね、ちょっと、えらい目だわ。結構でも、太い木ですね。そうよ、これ、一応ね、許可取って、やっとるんだけど、いけるかもね。どういう作品を作ってらっしゃるんですか？流木とかね。ああ、流木とか。こう、自然に折れた、とか、そういうのをね、集めて、まあ、こう、作った、やってんだよね。でも、基本、本当に木を使ってやってる感じですか？そう。なかなか、ね、見つけるのも大変ですよね。大変。だからまあね、珍しいなーって言って見てもらってもいいなと思うんですよね。本当にね。お兄さん、なんかのこれ撮影？これ。まあ YouTube ですね。YouTube かね。はい。いいわ。本当に、僕もなんかね、撮らなきゃなって撮るの。いや、まあ、撮った方がいいですよね。撮ったよね。今みんな。せっかくだから、はい。撮ったでしょ。はい。例えばこの、まあ、木をこれからどうするんですか？今はね、はいはい。こういう風にね。こういう風に。ね。まあ、ここにはまだ何個かやるかなと思ってるんですよ。すごい、いいでしょ。いや、すごいですね。本当に。ああ、倒れた。いや、お兄さん、ここで撮影しとるの？まあ、撮影はそうですね。最近ここでし始めたんですけど。ああ、そう。でもなかなかそういう芸術家の方がいるとは思わなかったですね。まさか。いや、芸術家っていうもんじゃないけど、芸術家っていうのは自分でね、なんか資格とかあるわけじゃないでね。いや、それにしても今日ね、こんなにそんなんとは思わなかったね。本当に。ただいかんのは、2個しかない。いや、本当にね、面白いな。なんかお父さんをちょっとさ取材したいぐらいなんですけど、ダメですか？いや、やっぱり恥ずか
恥ずかしいじゃないね、そんなん今。いやでもこう、ね、どんどんこう誰が見てるかわからないし、ね、世界中の人が見るかもしれないですからね、YouTube は。まあね、そうせっかくだから、うん、なんか面白いし、うん、そうだね。出会ったし、ちょっと撮影したいなと思うんですけど。ちょっと、あ、電話です。すいません。美術館から。いやー、撮りたいな、あのおじさん。まあ、やめとくわ、電話。今ね、カメラで、ごめんね。いや、いや、こちらこそ、僕が勝手に撮ってるだけなんで。うん。なんか邪魔しちゃうようでね、本当に。全然全然。あれだよ、申し訳ないよね。いや、こちらこそ。うん。あ、もう行かれるんですか？まだ、まだちょっと、どうやって回って、2本しかないで。あれだけど。それにしてもね、体力が。まあまあ、そんだけ大きいね、木はちょっと手伝い、ちょっと手伝いたいところですけど、うん、大丈夫撮影。大丈夫ですよ、うん、ちょっと休憩しようかな。あ、ここでしますか、うん、いい。あ、全然大丈夫です。大丈夫、声とか入ってるけど。大丈夫です。あ、大丈夫、大丈夫です。よいしょ。うん、寒いな、本当に。それに寒いですね、本当にね。今日は寒い。うん。うん。ああ、いいですね、タバコ美味しそうですね。似合うタバコが、うん。やっぱ芸術家、芸術家はね。ここでいいかな、うん、あ、見られるぞ。大丈夫じゃないですか。火だけしっかりね、消せば。うん。まあ、公園自体は禁煙の可能性は高いですけどね。そうだね。まあ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 。最近のね、どうしようね、なかなか集まらんな、本当に。あ、木はあるけど、そのいい木がないってことですか？自然に折れてるやつじゃないといかんの。あ、そうですよね、やっぱ自分で折っちゃダメだし、切ってあるやつとか、うん、あ、確かに今日こう加えてあるやつはあかんの、うん、なるほどね、うん、やっぱりこう自然にね、風、まあね、自然でこう折れちゃったっていうね、うん、儚さをね、こう出してるんだけど、そういうのを表現してると、そういうことでね、うん、せっかくこうやってあのお父さんと出会えたんで、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、うん、いいですか、うん、まあ答えれることやったらね、僕あの、まあ、この今動画をねこうやって撮影して、まあ、何やってるかというとこう、まあ、見てくれてる人にね、こう大丈夫だよ、あなたは大丈夫だからねって、うん、だから、落ち込んだりせずに明日からも頑張ろうと、こうなんか人の背中を押したいなっていう気持ちで、まあ、動画を撮って、まあ、語りかけてやってるんですけども、素晴らしいね、うん、ありがとうございます。そのお父さんも例えばね、誰かにこう大丈夫だよって言う時ってあったと思うんですよ、今までも。なんかそういう思い出というか、まあまあそうだね、やっぱり芸術ってやっぱり途中で諦める子多いもんでね、はい、うん、大丈夫、いつかね、その別に評価を待つんじゃなくて、その自分のね表現したいものを、そのたまたま見てもらったっていうのがね、うん、それだけでいいと思うんだわ。勉強になります。だって若い子にはね、その辺は、うん、全然大丈夫だよって言っとる、うん。結構周りに若い方もいらっしゃるんですね。そう、展覧会がやる時にね出会うんだわ。もしかしたらね、僕が知らないだけでめちゃくちゃ実は有名な方だったり、ね、あれ名前はちょっと伝えとくけど、本当に全然あれだけどね、
それにしてもね、今日は2個だぜ。まあ、マットあるかなと思ったんだけど、それがね、ちゃんはほんまに。いや、手伝いますよ、大きいんで。大丈夫。もう、ごめんね、邪魔。いや、こちらこそすいません。はい。また、ちょっとうろうろするかも、おと、入るかもしれない。あ、いえ、とんでもないです。悪かったね、本当に。これ、動画、YouTube アップしていいですか？何？その、動画を、これ今撮ってたんですけど、公開してもいいですか？撮ってる？お父さんの顔は映ってないんで。ああ、そういうことかね。はい、ずっとこっちを映してた動画なんですけど、ちょっとアップロード公開してもよろしいでしょうか？ああ、恥ずかしいね。せっかくいいお話聞けたんで。そんな大して何も喋っとらんけど、まあ僕がね、たまたまあれ、あの撮影しとるの知らんかったもんで。いや、すいません、こちらこそ。あだったから、まあしょうがないよね。それはあの構わんよ。あ、ありがとうございます。悪かったね。とんでもないです。まあちょっとね、はい、また音入るかもしれんけど。いえ申し訳ない。とんでもないです。ご無理なさらずに。あんまり2本しか止まっとらんぞ。そうですね。まあやめようかな、本当に。まあ、はい、ありがとうございました。どうも。めっちゃいい話でした。ありがとうございます。